い、ダサンです。お願いします。ありがとうございます。伝えていただきまして、中村風と小安でヘンダーソンということでね、はい、ぜひ覚えて帰ってくださいね。もう死ぬほど売れてないんでね、もう正直お金もないんですよ ね、 ですね。でだから普段に先輩芸人の方にお世話になることが多くてね、うん、先輩にお世話。そうなんですよね、先輩にお世話になれたら、うん、気使わなあかんこともいっぱいあるじゃないですか。確かにね、こう親しき中にも礼儀ありって言いますからね。そう、あの来た、いやそう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 、死んでまうぞ、ほらお前。ほんまにそうなんですよ。一緒じゃボケアホ。だからね、僕も先輩にご飯刺された時にこうちゃんと後輩できてんのかなって心配なんですよね。ちゃんと後輩できてるか、うん、ちょっと一回見せてよ、ほんなら。え、ブラジャー。いや見たないよお前。なんで相方のブラジャー今見なあかんねん。今見せんのか思ってびっくりしたんか。違う違う違う、お前が普段先輩に誘われた時どういう対応してるか見せて。普段の対応、今から先輩やるから、うん、後輩やってるから。分かりました、はいはい、え、お前ブラつけてんのお前。えお前、え、ブラつけてんのお前。ええ、まあまあ、まあ、いや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 、おでもね、終われるかこんなんで、お前。え、終わってたまるかお前。ブラつけんなお前、ほんなら。最近胸鍛えてるから足りへんよ。聞いたことないよそんな理由で、お前。でも正直あれちゃう、俺がブラつけてるって聞いたから気がある時ジロジロ見てくるんちゃうんこいつ。オッケー、おもろおもろ、うん、だからね、普通にやってくれたら。今から先輩としてね、うん、後輩誘って、うん、お店に行くからね、飲食店行きますから、うん、後輩が先入って店員さん呼んであげて。なるほど、はいはい。じゃあこの水入ろうか。わかりました、うん、すいません、2人なんですけど個室あります？え、ないっすか個室。いや別に個室じゃなくてよ、それは。兄さんもしかしたら顔刺すかもしれないんで。大丈夫大丈夫、慣れてるから。そうです、うん、じゃあすいません、とりあえず照り焼きマックバーガーと、マクドナルドやないか。え、マクドナルド行くか。そうなの。マクドナルドには個室はないよ。マジで、うん、え、ナルドって個室なかったの？見たことないやろ。こういう時普通居酒屋行くね。居酒屋、居酒屋行ってください。はい、え、ナルドって言うてんのお前な。え、マクドナルドのことナルドって言うてんの。ナルドちゃうの、そんなじゃあの関西はマクドで関東はマックとかやねん。え、そうなん。え、おもろこいつ。いや、そう、お前の USJ のことなんて言うてんの。ユニバー。ああ、ほな、あのセブンイレブンは。セブンイレ。ああ、うん、ほな、あの居酒屋で最初に出てくる料理は突き出しか。あ、うん、まあ、そこは普通に関西だよな。まあ、トイちゃんとやってください、はいはい、お前時間返せこら、お前な。ナルドで盛り上がるんかも。全然盛り上がらへんけ、お前。何やそんなん言われる。盛り上がりなさすぎてダメだなみたいな感じやだ、お前なあ、じゃダメだな。なあ、お前ほんま。いや、ギャグや俺の。あ、ギャグ。なあ、お前見ろ、俺の。ダメだな。お前ダメだな。なあ、聞いてるか。なあ、ダメだな。こら、お前な。目がお前ちゃんとやろ、お前。殺してくれ。どういうこと。全く意味がわからんねんけど。死のか、もうた今。今もうやばい。もうええわ。先輩もやらんで、何のネタやったら忘れてもった俺今。ああ、ネタ取るなよ。先輩もええわ。先輩向いてんよお前。先輩好きやめとけ。向いてんわ。別にええよ。俺にはもっと可愛がってくれるお母さんがおるからな。おい、じゃあ俺やな。どうもありがとうございました。